皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もレプスワールド3で遊んできました。5の6のステージ行ってみましょう。もう洞窟になっちゃった。待って待って、はい、バーンと、あ、上のブロックから飛ばしたい。あ、無敵。アイテムって消えないんですかね、ずっと放っておいても。なんか消えそうな気もしますけど。お、クローバー。え、え、え、あ、どうやって、あ、よかった。普通に上だった。わあ、これどうするの？え、これどうするの？え、これどうするの？絶対当たるでしょ。あ、あそこ。あ、こういうこと。あれにいつも気づかないですよね。お、時間アップ。はい。危ない危ない。わあ、難しい、こういう細いの。ああ、やっぱり。いやー、やっぱり苦手なのは苦手ですね。よし。軽くジャンプをしてからですよね。上に当たらないようにしないといけないと。頭ぶつけ、ちょっと当たったの今の。え、厳しい。ちょっと投げて。はい。確実に倒して。よーし。はい、ジャンプ。お、これじゃあと1個。おぉ。出た磁石が。あ、あんなとこあった。危なかった。見落としてましたね。あー、まだ落ちる。よし。てい。上から行きますかね。いや、上からだとまた頭打っちゃう。ちゃんと倒していきますか。はい。あー、クローバー落ちた。こうしたいですよね。下に落ちたクローバーから芽が生えて、また新しいクローバーができるのであったみたいな。危ない危ない、変なことちょっと落ちる。よし。よし、ゴール。もう、頭ぶつかった。あ、危ない。罠にかかりました。さあ、ゴールということで、今回の動画以上となります。他にもたくさん動画ありますという方は、そちらもご覧くださいませ。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。で、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。